皆さん、おはようございます。今朝は、ご飯を食べたいと思います。白いご飯を。朝から味噌汁を作りました。大根と、なめこのお味噌汁を作りました。これね、この前買ったピーナッツクリーミーがあるんですけど、お友達のムーンライトちゃんがね、ごまあえにね、少しああいうの入れると美味しいよって教えてくれたので、入れて作ってみたらとっても美味しくなりました。ありがとう。では今日はこれで朝ごはんにしたいと思います。あ、そうだ。昨日ね、スーパーでこのキッコーマンから出している豆乳飲料、新しい商品ブラックチョコを見つけたので買ってきました。なんか、いろんな種類出てますよね、ここの豆乳ね。でね、プリン味とチョコ味とあったんだけど、やっぱね、チョコ味が好きなので、これを買って試しに飲んでみたいと思います。では、飲んでみます。美味しいかな？うん、美味しい。全然豆乳の味がしません。ただのココアみたいな感じです。飲みやすいですね。今度ね、プリン味も飲んでみようかな。それではいただきます。今日も一日元気で頑張りましょう。皆さんも気をつけていってらっしゃい。朝ごはん食べたかな？ではまたね。See you.